ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。みなさんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、引き続きですかね、はい、ようこそギター友ということでね、はい、また素敵なゲストに来ていただきました。はい、はい、それではご紹介いたします。オーボエ奏者の岡本美樹子さんです。どうぞよろしくお願いします。オーボエっていう楽器は見たことは、あ、はい、ブラスバンドね。私は吹奏楽で、はい、こんな楽器なんですよね。触ったことがないんですけどね。すごいですよね、はい、なんかね骨がむき出しみたいな。私クラリネットやってたので似てはいるんですよ ね、 その形というか。いや、でもこれが素敵なんですよね、はい、じゃあ早速ちょっとね、じゃあ1曲、はいはいはい、ご紹介いたします、はい、岡本美樹子作曲、ワンチャコの夕日、どうぞ。作曲、ワンチャコの夕日でした、はい、はい、ね、うん、曲の話はちょっと後にしてもらって、ね、そうですね、まずは何といっても興味があるもんね、はい、なぜこの楽器に出会われたんでしょうか。あの本当単純で、はい、あの学校の吹奏楽部の時に、はい、あのまあ、初めはクラリネットから始めたんですけど、中学1年生の時に、はい、ね、やっておりました、はい、それでなんかたまたま学校で買っていただいた件があって、はい、それで誰かオーボエやらないかってことで、それでまあどんな音かも知らなかったんですけど、はい、まあじゃあみたいな感じで先生にじゃあやれとか言われてはいみたいな、わかりましたみたいな、そんな、だから本当最初の出会いというのはそういう本当にちょっとしたことだったんですけど。そうなんですね、はい、じゃあそこからもずっとオーボエ、そうですね、ずっとやってますね、はい。このたくさんキーがついてるけど、これはやっぱり近代ついたのは、あ、そうですね、まあモダンオーボエですけど、うん、そうですね、フルートもほら最初穴だけだったじゃん。そうですね、同じようにこれも基本はそういう、そうですね、バロックオーボエっていうのがありまして、そうなんだ、やはり金属がほとんど、まあ、なくて、はい、っていう感じですね。このキーはこんなに必要なんですかこれ。必要ですね。なんかさ、僕らほらのプラモデルとか好きだからさ、はい、のラジオとかのさ、はい、中の配線のね、まあ、基板っていうんだけどね、はい、そういうのにも見えてきたりなんかして、
ってる。でもね、つながってるのがすごいですね。合理的にできててね。うん、そうですね。ねえ、うん、ちょっともう一回どんな音がするのかってやってね。ちょっとなんか馴染みの。馴染みのですか。馴染みの。じゃあ例えば。ありがとうございます。正確にはねこの楽器じゃないんだけど、はい、うん、実はあの2枚リードといってね、はい、あのここのリードがこう2枚がこう合わさってるんですよね、うんうん、ね、そうですね、あのクラリネットはほら1枚リードですよ ね、 で、はい、ね、あのこのリード、僕ね昔やっぱり、はい、奏者の友達がいてその日家に遊び行ったことなんだけど、はい、家中これがダーッと窓辺に並んでるのね、うんうん、でそんなに作って使うのって言ったら、うん、売り物って言ってましたけど、なんかやっぱり技術がすごくいるんでしょ、これ作るのに。そうですね、あのあと技術と道具もいりますね、機械もそれぞれ、あの、あの、なんですか、カンナみたいな感じで、あの、うん、削るものだったり。これやっぱり自分で作られたものですか。そうです、自分で作りました。自分で作るんですか、はい、あのね、それで今日はほらちょっと雨っぽいとか、うわすごく乾燥してるって言うと、はい、全部リード変えるの、うん、あ、そうですね、うん、合わないとやっぱりありますね。そうですね、やはり湿気がすごいあの苦手な楽器なので、うん、ね、なるほど、繊細な。やっぱり売り物作りますか。あ、売り物と言いますか、まあ、あの生徒用にとか、ね、だって一般の人作れないものね。難しいですね。ね、難しいですよね、やっぱり。ちなみに作るというのはどこから作るという意味なんですか。あの足という竹みたいな材料なんですけど、はい、そこから作ります。あ、もう原材料の。原材料とか、そうですね。はい、この、まあ、ある程度そのリードの形になっていて、例えば薄さを調整したりっていうことでは、それが最後のあれで、もう全くね。そうです。足で1キロいくらで買ってっていう感じです。はい、直径が10秒とか。あ、じゃあ家にもたくさんある。そうですね、あと寝かせるんですね、ワインと一緒で、寝かせた方がいいっていうのがあって。へー、それはやっぱり気候に合わせるってことなんだろうかね。まあ熟成を待つという感じですね。熟成奥が深い感じがしますね。あの僕らギターやってるとね、はい、実はアランフェス協奏曲というのの2楽章で、この音色が鳴るんだけど、はい、実は応募ではなくて、これの兄弟というか、なんだろう、はい、イングリッシュホルンっていうね、楽器なんですけど、まさにこれのね、もうちょっと大きい。そうですね、ちょっと大きい楽器です、はい。あれは全く違うタイプの楽器。同じダブルリードなんですけれども、うん、そうです、ちょっと大きくなります。リードも大きくなりますし、うん、ただ、オーボエ吹く人は、あのコーラングでイングリッシュホルンも吹くことが多いです。そうだよね、ね、はい、イングリッシュホルン、ホルンってついてますけど、木管が。そうそう、そうなんですね、これのね、ちょっと大きい、そうなんですね、そう、まさにそう、はい、ホルンっていう名前はホルンっていうと金管っていうイメージがありますけど、ただ、ね、コーラングレって言ったり、多分聞けばね、はい、あの音って分かります、ね、なるほど、ところでそのワンチャコの夕日というのを先ほどね、はい、聞きました、はい、ワンチャコって何ですか。あ、これはですね、海岸の名前なんですけども、海岸、はい、といってもあの日本ではなく、うん、日本ではないペルーという南米の、はい、ペルーの国の、海岸沿いの、名前です、ワンチャコと言いまして、はい、そこに行った。そう、行って暮らしてました。わー、はい、いいな。どのくらい。いやいや、2年の任期だったんですけど、まあ、それがちょっと治安が悪くなったってことで緊急帰国で、まあ、残念ながら1年8ヶ月で帰国になってしまった。なんか緊急、怖い。なんかそうですね、ちょっと怖いですけど、まあ、でもそれはもう楽器を吹きに。あ、そうですね、オーケストラのオーボエ奏者ということで滞在してたんですけど、はい、そちらでこう演奏会に出られたりとか。そうですね、はい、うん、で、この、はい、作曲者自身でしょ。あ、そうですね、できた経緯っていうのは。あ、やはりあのちょっとあのホームシックっていうか、やっぱり寂しくなるんですね、海外にいると。あ、そうですか、ね、その時にこうあの海を見て、あ、日本とつながってるんだなと、そこでちょっと詩人ですね。そうですね、こう夕日っていうのがまたなんかこう、ね、いいですよ ね、まあ、ね、仕事終わってからこう、まあ、バスで10分ぐらいで行けたんですけど、でなんかまあ考え深くしてた思い出を。なんかちょっと想像しちゃうね、あのね、あの地図でしかね、こう、うん、ここペルーなんて見んないけど、ね、海がこうなんか広がってる、うん、実際に見るとやっぱり、ね、うん、違うでしょうね。そうですか、いいな。いやいや、はい、は
作曲は他にもされたりはするんですか？いやいや、唯一この曲だけで。そうなんですね。オンリーワンですか？オンリーワンですね。あ、でも素敵じゃないですか、はい、ぜひね、それも最近ほら皆さんね、自分の曲を演奏するのがまだ流行ってきてるんでね、うんうん、なのでぜひまたなんかお手伝いできる。ありがとうございます。ぜひ楽しみにしてます。思いがね、そうですね。日本でもなんかこういい景色を見て、そうですね。はい、曲ができたら嬉しいですね。はい、じゃあもう一曲ちょっとね、はい、聴いていただきましょうか。はい。それではご紹介いたします。木村由美作曲、ハウルの動く城より世界の約束。どうぞ。木村由美作曲、ハウルの動く城より世界の約束でした。はい、はい、ね、この曲は特に覚えで演奏されたっていう曲じゃないけどね、うん、でもやっぱり音色が素敵だとなるよね、はい、そうですね、はい、この曲自体も私は好きですし、うんね、はい、うん、そうでしたね、うん、素敵でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、はい、今はどんな活動をされてますか？今はですね、アンサンブル室内楽やったりとか、うんうん、あと、まあ、オーケストラの中の一員でちょっと、うん、演奏したりとか、まあ、まあ何でもやです。何でもやってもね、覚えを吹いてらっしゃるけど室内音楽、あ、室内音楽、まあ、さ、トリオだったり、はい、あと、まあ、4人だったり、あ、3人、4人、5人だったりとか、まあ、それは大声同士で、では木管楽器、そうですね、例えばトリオ男子っていうのを、まあ、最近やってるんですけど、うん、はい、オーボエとクライネットと、あとファゴット、バスンで、リード友達だね。そうなんです、リード友達でやって、まあ、いろんな方が作曲してくださってたもいるので、はい、とかで、ね、それこそオリジナルがあるんですね、そのグループのための。
まだそこまでよりそれで、そのうち、そうですね、そうですね、岡本に、そうですね、そうですね、いいと思います、ね、なんかちょっとインスピレーションきました、ね、いいですね、今後が楽しみです。あのオーケストラでそのオーボエを吹く人っていうのは多いですか、少ないですか、こういう質問変だけど、まクライネットと比べたら少ないかなとか、ファゴットと比べたら多いかなみたいな感じでしょうか、ね、あ、なるほど、ファゴットは少ないですか、多分ですね。話戻るようだけどね、はい、あの2枚リードって難しいんですよね、吹くのね。僕もあのやったことあるんだ、いじって遊びだったけど、はい、ね、くっついちゃうね、おいおい吹くとね、リードがグッとくっついちゃう、はい、その理由は やってみていただけると分かると、非常に難しいから、力がいるようなイメージがあるんですけど、力はいらないですね。うん、よくね、管楽器でこう呼吸を使うでしょ、はい、で息が余る楽器って言われる、それだから少ない息でこう、だから息が余ったから得したってもんじゃないもんね。そうですね、だから逆に苦しいですよね。そうです、だからあの吸うというよりも吐く場所をこう、そうね、まあ、楽譜に書くといいますか、ここは吐く時間がないので吐くだけにしようとか、はい、すごいですね、逆な感じしますね、うん、はい、これはね、そうですか、聞いてみないとわからない、ぜひぜひ覚えようやってみたいですね、はい、ありがとうございました、今回のゲストはオーボエ奏者の岡本美希子さんでした、はい、ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。ホームページもぜひ訪ねてください。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。